確かここよね。今日は、ささらが丘小学校で学校説明会があるけど、なんとか間に合ってよかったわ。おっと、校舎の中が木造とは恐れ入ったわ。なかなか風流を感じさせる作りね。ようこそお越しいただきました、鈴木つづみさん。今回、やっていただきたいお仕事があるので、こうしてつづみさんをお呼びしたわけなのですが。詳しく聞かせてもらえるかしら？はい。現在アカリシティでは、少しずつではありますが、開拓を進めているものの、教育レベルに関しては、まだまだ低い状態となっております。まあ現状では小学校しかないから、それ以上の教育を受けたくても、受けられないのが課題よ。なので、まだ未開拓であるあかりホテルの南側にて、今回、新たに高等学校の設立を考えているのですが、それと併用して図書館も建てていくので、つづみさんには図書館の管理をしていただきたいのです。市長のあかりさんが常に食ってないと生きていけないように、私も本がないと生きていけない人種だから、なかなかありがたい申し出になるわ。ってことでおねさんや。はいよ。現在わしらは宿舎から駅の方角を見ておるんじゃがな。確かに見えておるのう。葵さんの報告通り、駅の南側に高等学校の設立をしよう思うんじゃが、それと同時にささら三丁目も作っていくで。今まではどちらかというとあかりホテルから北側の開拓がメインでしたので、ようやく南側に取り掛かるんすね。まあそうなんじゃが、今回新しく町を作るってことで、この辺りにジャンクションを作るぞ。ほい来た。ってことで、実際にジャンクションを設置しよう思うんじゃが、本作には平行モードっちゅうのがあって、等間隔で上下線を同時に敷いたりできるさかい、高速道路とか作るにはとっても便利な機能なんよ。サクサク進められるの。そんでここではぐるりと円を描いたトランペット型のジャンクションで勝負じゃ。トランペット型は一般的によく見かけるタイプのものですが、カーブなんかも等間隔で引けるので、頭の中でどんな形にしようか決まっていれば案外うまくいくもんなんすねー。そうやねー。あとはささら三丁目の予定地に道を伸ばし、先ほど完成させたジャンクションとつなげればおおよそ高速道路の下地は完了じゃ。こういった道路が近くにあれば何かと移動も楽になりますからねー。快適性も必要じゃからのほな、ここからはささら三丁目の骨組みとなる道路を引いていくんじゃがな。おう。新しい町のほか、今回は高校を建てるという目的もあるさかい、そちらのインフラも整えてから学校本体を建てるのじゃ。でもつよ、図書館を建てることは知っておったがの？どうしてまた、拡張校舎まで建てたんかの？まあなんつうか、拡張もしといた方が、左右対称みたいでバランス取れとるさかい、なんかええやん、って思ったからじゃ。確かに、わからんでもないの。ちゅうわけで、ささら二丁目と同じく、インフラに時間がかかった三丁目ではあったが、8割方、どのように道を引けば見た目がようなるのかと考えたこともあって、その他の部分は、
どうでもいいぐらいの感じやったわ。どうでもいいのかよ。いいけど、高校の入学式に遅れるといけないから準備を整えねば。出来たての街なんだけど、さすがに駅前は混雑しているようだね。なるほど、ここがササラ三丁目ね。活気があっていい街じゃない。要するにササラちゃんの開拓の腕は鈍ってなかったようね。おはようございます。今日から笹良ヶ丘高校でお世話になる春日部つむぎです。おはよう。私はこの学校の図書館を管理する鈴木つづみよ。アカリシティの市長さんが食通とのことで、学食のカレーが美味しいと聞いたので楽しみなんですよ。なるほど。食べている姿しか想像できないあかりさんだけど、仕事自体はしっかりしていて何よりだわ。ごちそうさ